カシューナッツの木に農薬を散布する、ヨス殺虫剤は、人間や農作物にとって、有害な害虫を殺すために使用される薬剤である。抗議には、殺谷剤や殺腺虫剤も含める。殺虫剤には、殺卵剤、殺用虫剤、殺さなぎ剤、殺生虫剤があり、最も多く使用されるのは、殺用虫剤と殺生虫剤である。アース製薬では、 家庭用の製品について虫ケア用品の故障を使用している。アブラムシや毛虫など農作物の害虫に対して用いるものは農薬の一種であり、ハエ、カ、ゴキブリなどの感染症に関連する衛生害虫を除するものは貿易用殺虫剤と呼ぶ。日本では農薬は農林水産省、貿易用殺虫剤は厚生労働省の管轄である。 農業以外で殺虫剤と呼ぶ場合、校舎の貿易用殺虫剤を指す。農業用殺虫剤は、主に系統と呼ばれる農協化承継と呼ばれるそれ以外のルートで販売される。一部は、ホームセンターで入手することもできる。貿易用殺虫剤は缶に入ったエアゾールや蚊取り線香などとして広く市販されているものは、家庭用で、 防除業者向けにもっと強力なものも市販されている。毒性が高く、取り扱いが難しいものについて、農業用、貿易用ともに、購入時に印鑑と身分証明書を必要とする。殺虫剤は、原体のまま使用されることはなく、共力剤、希釈剤と混合され、効力を調整されて使用される。殺虫剤の効力の評価法には次のようなものがある。 人類は農業を始めた時から害虫と戦っている。江戸時代には稲につく運河という害虫のせいで100万人近くの死者が出る大飢饉があったことから田んぼに原油を流してから稲についている運河を払い落として窒息死させていた。しかし原油が高価なことから一般的には神仏に祈っていた。毒キノコ、タバコやハイ毒草の天然物は 古くから宇治殺しなどに用いられた。その中で、女中菊は、洗濯毒性により、人畜に対する毒性が低いので、中級世紀から、盛んに製造され、日本にも、明治時代に導入されて、カトリ線香や、飲み取り子として用いられた。1930年代になると、有機化学の発達により、有機塩素系殺虫剤や有機リン系殺虫剤が、 開発され、第二次世界大戦後本格的に使われるようになった。しかし、有機塩素系は自然界で分解しにくく、動物や人の体内に蓄積するため、1960年代から有害性が問題にされ、その後多くの国家で製造販売が禁止され、あるいは生産が中止された。有機リン系の毒性についても、 神経伝達のアセチルコリンエステラーゼを阻害する作用で、人畜に対する毒性の高いものが多かったため、なるべく毒性の低いものを求めて開発が進められた。その後、カラバル豆の有毒なアルカロイド成分である、ピゾスチグミンを参考にして、有機リン系と同様の神経毒作用を持つ、カーバメート系殺虫剤が開発され、 除虫ギク成分を基本にした毒性の低いピレスロイド系殺虫剤やニコチンを基本にしつつ、ニコチンの人間に対する毒性を低下させた殺虫効力の高いネオニコチノイド系殺虫剤などが開発された。ホームセンターやドラッグストアで市販されている殺虫剤は家庭用殺虫剤で比較的毒性が低い成分を使用している。主な用途は 日常生活において害が強いゴキブリ、カ、ハエ、ダニを防除するためのものであるが、これにネズミ駆除、犬猫機秘などを加えたカテゴリーを、家庭用殺虫剤と呼んでいる。中には、殺虫成分を含まない、駆除目的の関連商品もあり、必ずしも化学品だけではない。主な種類を次に挙げる。ただしすでに発売中止の商品も含まれており、花王のキスか、 対象製薬のワイパーなどは絶版となっていて、花王や対象製薬は殺虫剤事業から撤退している。などのカテゴリーに分類できる。また講義では、これに人体用殺虫剤、人体用機被剤なども含まれ小売業界ではこれらを総称する。以上の商品が売れる時期は、蚊や蚊、ハエゴキブリなどの活動が盛んになる初夏から秋であり、 気温に比例する。小売、製造サイドともに、夏場の商材として、これらは欠かせないものであるが、暖房器具の発達によって、冬場でも家で害虫が活動しているため、ゴキブリやネズミ駆除剤に関しては、年中需要のあるものとなった。家庭用殺虫剤業界において、最も売上げの比重が高いものは、硬い作商品であり、イカゴキブリ用、ダニ用と続く。 日本の市場規模は、の5社で、市場の9割以上を河川している。その他、零細企業は100以上を数え、かとり先行の産地として知られる、和歌山県有田市に、約30社が集中する。ありがとうございます。